はい、こんにちは、ジョキです。今日ご紹介するのはこちらというわけで、ホットビールのですね、ホットビールプレミアムのフォードエスコート RS コズワールドっていうね、アメリカのフォードがイギリスのコズワールドに改造してもらったマシンで、ラリーに出てた1993年ですね。1993年に、WRC ワールドラリーチャンピオンシップに、で、まあ、活躍してた活躍まあまあ活躍してたんですけども、その車両がですね、30年越しに出てきましたんです。すごい、ね、もう買っちゃいました。発売は、今7月1日なんで、昨日6月30日ということになってましたけどね。予約して5月に予約してやっておきました。はい、もうね、僕が10歳の時にね、 WRC めちゃくちゃハマってて、でこれ、まあ、初めて見たの時はね、かっこよかったですよね。今でも見てもかっこいいです。もう、ウィングがね、後ろのウィングがかっこよくて、確かね、フランソワ・デルクールっていうね、ドライバー、フランス人のドライバーが運転してたと思うんですけれども、かっこよかった、ね、フランスはテルクール自体は、ね、自身はね、僕のファン、まあ僕はあんまファンじゃなかったな。オリオールとかね、カンクネンの方が僕は好きで、カルロス・サインズとかね、あとトミー・マキネン、この後出てきたのかな、なんか、あとマーカス・グロンフォルムとか、あとなんだっけ、若くして亡くなった、スバルの名前忘れてしまった。まあ、その人がね、サインズと一緒に走ってて、スバルで強かった人、誰だっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですが、若くして、亡くなってしまった人がいてね。はい、その頃のラリーを思い出す、フォードエスコート。セリカとか、セリカ GT4 とか、あと、GT4 もね、途中で、なんか、四つ目のやつに変わったり、最初リトラクタブルライトのセリカ GT4 の WRC、ワールドラリー、あの時はワールドラリーカーじゃなかったな、グループ A になるんですかね。なんか、そういうマシン、ワックスのマシン、あって、僕はね、スバルとかいろいろあったんですけど、スバルも好きだったんですけど、フォードエスコート好きでしたね。ドライバーがね、まあデルクールっていうので、なんかまああんまりかなっていう感じはしてたんですけども、でも車はね、やっぱフォードが一番かっこよかったなと思います。ウィングもかっこいいしね。で、フォードエスコートなんですけども、実はこれ初期型がこういうウイング、まあちょっと後でね、開けてからちゃんと見ますけど、ウイングちょっと独創的なウイングなんですけど、後々普通のウイングに変わってます。なんか普通のね、僕としてはもうなんかダサいなって思ってしまうんですけど、まあ一般的なウイングに変わってしまいます。では開けていきましょうかね。これ開けないでおこうかなと思ったんですけども、やっぱり開けたいんで開けます。もう開けないでね、トイレに飾ろうかと思ったんですけども、今ね、あのトイレに飾ってた、あのバックトゥザフューチャーのビフが乗ってたフォードのマシン、まあ同じ、これもフォードなんですけど、フォードのマシン、あの親戚のマユカのところ、マユカのトイレにねありますんで、これを新しいトイレの仲間にしようかなと思ってますが、よいしょ、こんな感じ。いいですね。これ、稀に見る、なかなか、良さですね。開ける前にね、実は、まじまじと見てたんですが、まあ、若干というか、担保のズレはもちろんあるんです。ホットウィールね。なんか、ありますし、担保がね、ドットがあるんですよね、ホットウィールって。コンピューターで、本当になんか、拡大コピーしただけじゃんみたいな感じのドットが残ってたりもするんですけれども、まあね、まあまあいい感じです。このライトをね、クリアパーツにしなかったのは良かったなと思います。このね、そうなんですよ、これ、昔にしては珍しく、こうね、ライトをこういう感じにしてるんですよね。
今だったらもうここも黒にしちゃうと思うんですけども、なんかね不思議な感じでした、これは。昔ながら、昔にしても。でそれをまあ担保で印刷して表現してるんで、意外にねここマッチしてるんですよね。安っぽくならなかった。ただねこの辺ちょっとなんかなぜかちょっとずれてたり、なんかね逆なんかハの字っぽくね、なぜかねズレが出てしまうんですよね。そういうとこ計算してちゃんと担保印刷してほしいんですけども、まあうまくいかないですね、なかなか。でゼッケンがやたらでかい。なんでゼッケン大きくしちゃったんだろうと思うんですけど、小さくした方がねこの辺のエッジとかにかからないんで、うまく成形しやすいんじゃないかなと思うんですけど、これもちょっとねエッジにかかって半エッジより大きくなっちゃってるんですけども、こっちでこのね写真ではね、写真というかグラフィックではちゃんとゼッケンエッジにかからないようにしてあるので、こっちはねゼッケン大きくしすぎてエッジにかかってしまってるんでね、ちょっとこんな感じ、ゼッケン大きすぎると。あとねこのサイドミラー、これ実写ではねこんなラリー用のやつはこんなんだとすぐ吹っ飛んでしまうんで、どちらかというとこんな感じですね、これに近い。この辺はねいいなと思います。ホイールもね、似てるしいいかなと。でこのウィングですね、ウィングがかっこいい。これだけでも買ってよかったなって本当思うんですけれども、後ろのテールライトもね、まあドットちょっと残ってるんですけども、なかなかいい感じですね。でこれカシメですね、ここカシメで、フォトメイルプレミアムなんで下もメタルで重厚感があると思い、いいですね。近年まれに見る良さじゃないですか、ホットウィールにしては相性が良かったですね。このクリアパーツにしないけどもライトを担保印刷で表現するのでちょうど良かったっていう車両ですね。ロールケージもちゃんと、表現されてるしかっこいいです、本当にかっこいい。これはね買って良かった。あとまあ一つちょっと残念だったのが、これ本当はステアリングつけようと思ったんですけど、ホイールハウスがすごくタイトなんで、タイヤが干渉してしまうと。ラリーカーってトレッド広くなってますんで、トレッド広くなってて、でホイールハウスギリギリのとこ狙ってくるんで、なかなかね僕の改造ではというかシンプルなステアリング機構ではホイールハウスに完全に干渉してしまうんで、今回やめとこうかなと思います。なのでね改造できないか、これは改造するポイントがないか。あとちょっと今気づいたんですけど、これマフラーですね、ここマフラー横出しで、こっからがマフラーなのか。そういやそうだった気もします。横についてだ、これはマフラーではないということですね、ここ。なるほどな、なんかそんな気がする。ですね、もうこのラリーの雑誌、なんだっけな、月刊ラリーだっけな、なんかラリーの雑誌すごい集めてて、実家には確かあるんですけど、完全にその雑誌をですね、実家から持ってくるのを忘れておりまして、今ないんですけど、このフォードエスコート。その雑誌にはね、これマフラーの位置とかちゃんと書いてたと思うんですけども、写真があったんでね、はい、メイドインタイランって書いてありますね、はい、ここにメイドインタイラン。2022年マテルって書いてるんで、これ本国では2022年に売り出されてたと思われます。まあ掃除でいいですね、これよいしょ、かっこいい、掃除でかっこいい、見えてますかね、よいしょ、かっこいいですね。あ、人形つけようかとも思ったんですけど、ロールケージが結構太いので人形つけなく、つけるとねいろいろ当たるし、何よりていうか前から見えないしね、ロールケージあるし、
もうこれはこれだけで飾ろうかなとも思います。もうちょっと綺麗に開けとけばよかったかな。これトイレに置くにしてはね、ちょっとね雑に開けちゃったから。あー改造何、あらタイヤが、タイヤが、改造何しましょうかね。これするポイントが見つからない。とりあえずトイレにこのまま飾ろうと思います。よいしょ。はい、というわけでですね、今日はこの、フォトレールのプレミアムの1903 Ford Escort RS Cosworth というね、車両を紹介いたしました。めっちゃかっこいい。これは買ってね、よかっただけど改造できないんで、これで終わってしまうかなと思います。トイレに飾りますけれどもね、改造したかったな。これはラリーカーなんでタイヤをね曲げながら、タイヤをこう、まあ、ハンドル切りながらドリフトするところとかね、改造してみたらできたらかっこよかったんですけどね。ちょっとね、これここ、これはちょっとタイトすぎるんで、しないかな、しないと思いますね。しようかな、どうしようかな、ちょっと考えて、まあとりあえずトイレに飾っときながら、トイレするたびにですね、トイレに行くたびにどう改造するかを考えてみたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャキでした。バイバーイ。